こんにちは、さっきのサムエルマット丸山でございます。今回ですね、見入ってきました。やっと公開されました、ブラックパンサーワカンダフォーエバーでございます。前半ネタバレなしで後半ネタバレありで、やっていきたいなと思っております。結果言うと、まあツッコミどころは、前作よりはあります。正直ただもう好きすぎるこの作品は、ちょっとどうにも無理です。この作品を嫌いになることはできません。はい、素晴らしい、映画うますぎますね。あのライアン・クーグラー監督でございます。本当にうますぎます、この人は。まずフルトベル駅でがあって、でクリードとその次にブラックパンサーがあったという流れなんですけども、もうフルートベル駅で、監督長編一作目ですね。もうこの時点で映画作るのうますぎるんですけど、またね社会問題もね、ガンガン取り入れていくというスタイルですね。前作のブラックパンサーとかね、もうもろに黒人問題をね、扱って、でもエンタメとしてもね面白い作品になってるっていうところの、なんでしょう、バランスがすごくうまい、そして編集もすごくうまいという感じでしたね。はい、キャラクターの造形ですね。キルモンガーっていう悪役を作ったっていうのがね、すごく、なんでしょう、マーベルの悪役の深みをね、すごく一個レベル上げたなっていう感じだったんですけど、ものすごい好きですね、キルモンガーっていうキャラクター。特にあの、なんでしょう、キルモンガーがあの王座にね、ついた瞬間ね、あのトラップっぽい、あのヒップホップっぽい音楽が流れるんですけど、もうこれはもうやったってなるんですよね。悪役だけど感情移入しかできない、悪役という造形になってましたね。で、まあ、今作もそういったね、社会問題をね、社会問題というか、もっと根深いというか、もっと歴史を掘り下げて問題提起してきますね。冒頭からね、 500% 泣きます。絶対に泣きます。はい、どうあがいても泣きます。なんで絶対になんかこう、あのハンカチとかなんか持ってっといてください。もう無理です、これを泣かずに見るっていうのはほぼ不可能だと思います。はい、そしてね、内容的にも、最近のマーベルって結構ね、そのなんだ、一個前のドクターストレンジとかだと、もうドラマも見てないと追いつけないっていう感じだったんですけど、今回は前作のねブラックパンサー見ただけで、なんとかなります。はい、かなり入り口としてはね、かなりいいと思いますね。というかマーベル自体がね、こういうこのブラックパンサーを入り口とするっていうのを守ってんのかなっていう気もしますね。前作もかなり入りやすい作品だったっていうところですね。間口がもう狭くなりすぎてるマーベルの中で、ブラックパンサーだけはこう入りやすさを守ってる、シリーズなのかなっていう気はしました。チャドビック・ボーズマンが亡くなってしまいまして、2020年ですね、っていうところでどうするんだということだったんですけども、これはね、続編としてもすごい完成度だと思うし、もう弔いですね。チャドビック・ボーズマンを弔った作品としてもすごいリスペクトがある作品にちゃんとなってたなと思いましたね。まあ、ネタバレなしだとこんなとこかなと思いますね。はい、まあ、とにかくこれもまたマストで見てほしい作かなという感じですね。はい、これはぜひ見に行ってください。それではここからね、ネタバレありで話していきたいなと思います。はい、まずね、もう冒頭ですよ。もうなんかいきなり始まるしね、これはまたね辛い。そしてここの、なんでしょう、このハーブがないから助けられない、前作を生かしたね話の始まり方としてすごくうまかったなというのと、マーベルのロゴですね、もうこれは無理ですよ。はい、もうそれまでかなり耐えてたんですけど、ちょっとあのロゴが出ても無理でしたね。泣かざるを得ない。はい、もうここで号泣です。おえつです。おえつで号泣してますという感じですね。でここで、あの葬儀のシーンにね繋がっていきますね。葬儀のシーン、これもまたね、もういきなりすごい絵ですね、ここね。まああのスローですね、スローで踊ってるダンスと、まあもう絵力からすごいですよ。もうこの辺ね、すごく丁寧にねやっぱりやってくれますね。はい、ね、大事なところですからね、やっぱ。で、国連のシーンに行きますね。はい、でもここの国連のシーケンスでもうね、もううまい、本当にうまい、編集がうまいですね。支援センターの支部が襲われてるところと国連のシーンを、交互に繋いでいくと、はい、とってもスマートに、そしてね単調にならずに、長くならずに
見せると。ああでも今回ね音楽がねものすごくかっこよかったですね。すごいですね今回の音楽。前作よりももうちょっとなんでしょうねヒップホップ的な要素がかなり入ってたなと思いましたね。リズムの気持ちよさでね聴かせる、BGM が多かったなという感じですね。メロってよりはそのビートおおおみたいな声とそしてあの打ち込みのビートが入ってきますね。この辺のね掛け合いというか、黒人のルーツ的な音楽と誇りを持ってやっている音楽ヒップホップっていうところのこの組み合わせがね意味もあるし音的にもちゃんとかっこよくなってるっていうところが本当にうまいなという感じですね。ミックス具合とても気持ちよくて、すごい良かったですね。これ映画館で見た方がやっぱいいですよね。音がすごく気持ちいい。ずっと気持ちいい最後まで。カーチェイスのシーンめっちゃかっこよかったですね。いやーあそこは僕一番好きかなこの作品通して。いやかっこよすぎますね。音楽がまためちゃめちゃ、かっこいいと。いやーこのぶち上がりポイントの一つですねやっぱカーチェイス。まあ前作のカーチェイスも良かったけど今回の方が好きかな。かなり良かったですね。はい、その展開のうまいなっていうところなんですけど、まあ最後の方もそうなんですけど、やった勝ったって思うとすぐもっと強いやつが出てきてぶちのめされるみたいな流れですね。これがね、そのカーチェイスのところとあと最後のクライマックスのところにもね出てきますという感じでしたね。はい、単純にこのなんだ映画の作りとしてね引き継げられるね展開になってるなという感じでしたね。でネイモアですね。ネイモアそうこの人が出てきたことによってこの奴隷っていうね今回のその扱ってる題材というか、まあ、裏テーマみたいなところがあったと思うんですけど前回は黒人問題を描いたっていうところで、まあ、今回もっと立ち返っても元々の元ですねそこの問題にちょっと、触れていくとマーベル映画でかなり踏み込んだことをやっているなという感じがまたしましたね。やっぱこの人フルトベール駅でもねそういう黒人問題の話をやっていたのでやっぱりこのなんでしょう作家性としてねそういう問題提起を出すっていうねところがやっぱりもうしっかりと芯があるなという感じでしたね今作を見て。またね今回も、悪役のキャラ造形っていうところですね本当にうまいですよね。本当に感情移入またできるキャラクターになってたなというところですね。これがまたすごいあのネイモアが攻めてくるところですね。これはもう完全にさっきも出てきた、スペイン人の侵略をねやってるっていうところですよね。かなり踏み込んだことをねまたやろうとしてるなという感じなんですよね。ここね、侵略のところのシーケンスね、ここかなり派手でね、すごく面白いというか、なんならここが一番派手だったかもしれないかなって気がしてますね。はい。女王もここで殺されるとすっごい、もうかなりハードな展開ですね、これ。一貫して首里をね、ずっと追い詰める展開ですね。で、これまあ、ラストに繋がってくる追い詰め具合というかね。ここで、そして、キルモンガーが出てきますね。まさかの。これで多分、マイケル・B・ジョーダンは、前作出てますよね。ライアン・クーグラーの作品全部出てることになるっていうことですよね。はい。もう、母親出てくんだろうなと思ったら出てこないと。はい。また、キルモンガーが出てきたっていうのが、またすごく意味あるなって思いますよね。本当に一歩間違えればっていうか、シュリがあのまま言ってたら、もうキルモンガーというか、まあ、悪役になってたっていうところですよね。はい。で、まあ、そのラストの選択にもね、ここを繋がってきますというところでしたね。で、まあ、ラストですよ。ラスト。選択ですね。切る手前の、回想にね、無音で回想になってく。そして、セリフもないっていう、あそこの見せ方がすごくうまい。むちゃくちゃ好きですね。絵見りゃわかる。もう、ほんとそういう語り口がすごくうまい。監督ですよねやっぱ。そして最後の選択っていうところですね。もうあの選択がやっぱブラックパンサーなんだよなっていうところですよね。もうそんなの気高さすごく高貴な、まあ人としてものすごくできてるめっちゃざっくり言うとっていうところがやっぱブラックパンサーのすごく好きなところですね。はい。あの瞬間まで結構子供ですからね。はい。あの瞬間にシュリが成長したっていうところでやっぱまたあそこで泣くんですよね。もう泣きすぎおかしくないそう本当に。いやあのラストはすごく良かったなと思いましたね。そして一番最後ですね。最初の方に言っていた服を燃やすと。燃やしてお別れするんだというところですね。ここもまた二つの意味があるなと
というところですね。母との約束として服を燃やす、ティチャラとのお別れとして服を燃やす、このダブルミーニングですね。ここがまたね、こんなことされたらもう無理、また泣きます。はい。でさらにもう回想シーンというか一作目に出てたティチャラの映像がね、また無音で入ってきますと、もうこんなん無理ですよ。ワイルドスピードね、ワイルドスピードでポール・ウォーカーが亡くなった時ですよ。あの時の、エンディング同じかそれ以上にね、すごく丁寧な、しかも個人的な式っていうのがまたいいですよね。そうだから、それで言うと、だから最初の白い葬式ですね、あそこだとまだシュリーはまだ見送れてなかったわけなんですけども、あそこの最後の、一人でやった式のところで初めてやっとティチャラとお別れできたっていうところですね。はい。チャドウィック・ボーズマンあたりの演出、まあ、ものすごく丁寧でしたね。はい、すごく良かったと思います。なんですけども、はい、ここからはね、ちょっと引っかかったポイントを話していきます。なので、ちょっと苦手な人はね、ブラウザバックしてください。タロカン人と走りで戦いますよね、まずね。で、オコエがぶった切りまくるとなんですけど、生き返りますよね。あそこの説明がなんかその後もなかったかなっていう気がしましたね。はい。なんか結構うやむやになってましたね。修理がもらったブレスレットでハーブができるっていうところで、まあ、なんとなくそのあの草自体が強いというか、まあ、草を食べればみんなブラックパンサーみたいなね、超人的な力が得られるっていうのはなんとなく分かったんですけども、生き返るってのがちょっとよく分からなかったなというところですね。あと最後の修理の戦いで支えてね、結構深で追ってたんで、なんかあの草だけだとなんかそんな不死身な感じにはならなそうっていうのもあってね、ちょっとこれどういうことなんだろうなっていう感じがしました。アイアンハートですね。アイアンハートの周りの描写が結構もったいないなという印象ですかね。なんか、なんだろう。まあ出てきましたと。まあ天才なのもわかりました。はい。それもいいんですけど、スーツを作ってた理由ってのが、いまいち薄いかなっていう気がしましたね。はい。アイアンマンね、トニー・スタークだったら、まあ、テロ室に捕まって脱出するために武器を作るしかなくてあのスーツを作ったっていうところですよね。なんで、まあ分かるんですよね、理由は。なんですけど、リリー・ウィリアムスの場合は、かなり趣味で作ってたっていう感じですよね。はい。なんかその辺がちょっと弱いかなという気がしちゃいましたね。なんか必然性があまりなかったというか。アイアンハート、スーツですね。スーツ着て初めて出てきますっていうところも、僕がちょっとね、キルモンガーが階層てか、黄泉の国みたいなところで出てきたっていうところが、めちゃめちゃずっと引っかかっちゃってて、あれなんで出てきたんだろうっていうのをずっと引っかかっちゃってて、で、そのままアイアンハートが出てきたんで、あんまり印象に残んなかったというか。音楽の演出もそんなに派手につけてなかったからかな。結構ぬるっと出てきた印象がありましたね、結構ね。はい。監督そんな、アイアンハートにはそんな興味なかったのかなっていう気が結構しましたね。はい。っていう感じですかね。でも、この作品って、継承の話になってるじゃないですか。シュリがブラックパンサーを引き継ぐ話になってるのを考えると、リリー・ウィリアムズがアイアンマンを引き継いでアイアンハートになるっていうところでは、この物語としては必要なキャラクターだったと思うんですけど、なんかあんまりその活躍の場がそんなになかったかなっていう気がしましたね。あとあれですね、ネイモアの周りの、かなり侵略のね話をしてたのに、最後服従させられて終わってしまうっていうのがちょっと納得いかないかなっていうか、なんだろう、もっとブラックパンサーだったらもっと違う、なんだろう、もっと平和的なね終わらせ方できたんじゃないかなっていう気がするというか、結局その選択しかないのかっていうか、殺さないでの憎しみの連鎖をね終わらせたのは、まあすごく、そういうブラックパンサーらしいんですけど、もう一歩行ってほしかったなという感じがしましたね。っていうところが気にはなるんですけど、でも好きなんですよ。はい。これは本当に無理ですよ、嫌いになるなんて。主人公がね、亡くなってしまって、でも続編を作るっていうことはね、
多分監督自身もね、多分そんなにあることじゃないと思うんで、特別な一本であることは間違いないと思いますね。そんな感じで、今日は終わりたいなと思います。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。